創世神が世界の終焉を決定したことで始まった天界大戦。それは神に異を唱えし堕天使たちと人間、そして神との戦いだった。両軍の熾烈な戦いは7日目の朝、天上の塔で決戦を迎える。最上に背負うと何時らがための道しるべとならん。さあ行くぞ。なんだと。天界大戦は創世神の勝利に終わり、敗北した反乱軍は地上に落ちていった。神の怒りはとどまるところを知らず、天上の塔から神の祝福を受けし、魔の王天魔を地上へ送り、世界を荒廃させていく。しかし終わりを迎えるはずだった世界は、数百年経った今でもかろうじて存続していた。魔導書に封印されし魂を魔人として使役する禁忌の術、その力をもって天魔と戦い続けていたのだ。ついにこの時が来たな。ここに集まっている魔導士は俺も含めかの大戦で戦った戦士の末裔だ。中でもお前は反乱軍の総指揮官英傑ソロモンの血を引く者、この場の誰よりも才に恵まれている。お前が今契約しようとしている魔導書ラジエルの書も代々お前の先祖が使ってきたものだ。かなりの年代ものなんだぞ。だがな、一つだけ死として忠告しておく。魔導書との契約の際は一切気は抜かないことだ。契約の儀は以前にも話した通り何らかの代償を伴う。しかしそれを乗り越えれば魔導書から魔導士の資質を認められ契約を果たすことができるのだ。では準備はいいな。これより契約の儀を始める。あなたが私の主様ですか。私の名はラジエルの書、古の記憶が記されし魔導書。私とあなたの力をもってすればいかなるものでも服従させ、魔人として使役することができるでしょう。私の主様、お名前を教えていただけますか。契約はここに成立しました。あなたが魔導士として歩む道が未来へとつながっていますように。
私の名はサマエル。世界の救済のためならば、何度でもあなた方を導きましょう。
わらわの名はベルゼブブ。神のしもべなど、わらわが一掃してやるわ。私に触れてください。遅くまで頑張っていらっしゃるのですね。エルに手伝えることがあったら何でもおっしゃってください。